結局あの昭和40年代に干潟を埋め立てちゃって全部直立護岸にしちゃったんですよねで。その直立護岸ができたことによって海と、まあ、生活者の、まあ、ある意味じゃ隔たりが大きくなったのかなっていうことはすごく感じるんですけどで特に東京湾では、えっと、明治時代から比べると干潟が 90%埋め立てられたっていう話もあって本来だったら干潟がいっぱいあることによって自然の力で例えばその干潟の中に二枚貝がいるとかそういう生き物がいることによっててて水を浄化してくれてるんですねそういう自然の力でね浄化できるようなまあ今干あ潟もね人工干潟みたいな。 っていででてききててるんでねなんかそういうのがね戻してそれがまたなんつうのかな生物がきちんと住むようになっていくようなね流れができればね本当は一番いいなと思うんですけどね。はいう